はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、イエティを使えない配置ということでね、そんなような配置の特徴と、あとはそれをじゃあどうやって攻略するのかというところら辺に関してお話をしていきたいというふうに思います。ちょっとね、そのチームプレイっていうのもやっぱり、もうその配置によって、自分のその得意戦術の得て増えてなんかも影響してくるんで、ちょっとね、まあ、今回の動画の中では少しこう触れていって、まあ、クランの中で、どんな風にお互いね、自分の得意戦術を生かすような連携を取っていくのかみたいな話も交えたいと思うんですが、ちょっとね、本題に行くまですいません、これ。大輝さんが今ちょうど終わったみたいですね。なんだかんだね、この撮影用のアカウントもタウンホール9になって、まあ、ちょこちょこ育ててるんですよね。で、何をあげようかな。だってこれ防衛も上げれないのか。ちょっとじゃあまあ、スケルトントラップ、巨大爆弾ぐらい上げとこ、きましょうかね。はい。まあ、TH コンプリートさんのね、強いクランなので、ここであんまりですね、弱いアカウント、草ぼうぼうのアカウントだったらね、ちょっと格好つかないかなとか思って、まあそこそこの育成してるんですけども、さて、本日ね、まず見てもらいたいのは、このアタックですね。一番最初はちょっとですね、申し訳ないんですが、残念ながら、前回届かなかった星にアタック見てもらいたいと思ってます。こちらですね。ね、これ、イエティラッシュ系の戦術で攻めてます。ユキイラさん、今、リプレイの、その2回目のアタックしっかり全開取ってたことからしても、かなりですね、技術力高い方だっていうのはわかると思うんですけども、やっぱですね、できなくはないと思うんですよ。実際こういう方法でやれなくもないんですけども、こういう、なんていうのかな、島型配置っていうんですけどね、こういうふうに、こういう壁の間にこう、区画があるような、わかりますかね、ここのところら辺。こういうところですよね。こういうところ。こういう壁の隙間が、こう、ぐるっとこう貫通して繋がってるような、こういう貫通してね、繋がってるような配置。こういうのを、ま、島型配置と、ま、俗に言うんですけども、これ系の配置に関しては、イエティがすごいね、やりにくいんですね。で、なんでかっていうと、どこからイエティを入れてもばらけるんですよ。まあ、ユキイラさんも当然そのことを分かってらっしゃるので、あえてそのですね、流れに逆らわずこの通路をうまく利用してイエティを流し込もうとしてるんですが、そうするとやっぱりイエティがですね、こう壁の中に密集しないんですね。見てもらうと分かる通り、こう、あっちゃこっちゃみんなバラバラに動くんですよ。動く作用してるの分かりますかね。そうするとヒーラーの回復ターゲットだったりが定まんなくて、ヒーラーがそのユニットをまとめて回復できないっていう、まあ、状態に陥ってしまう。つまり、まあ、ヒーラーの、能力が、十分に活かしきれないってことですね。だったり、あとは、まあ、当然ながら、レイジの呪文なんかでも、今でこそこう全部乗っかってますけど、これ通路の中入ったからこう一斉に全部乗っかったんであって、さっきこの、クエイクで破壊したこの領域においては、レイジの呪文にね、あまりユニットが上手に乗っかっていかなかったのが分かったかなと思います。っていうようなことで、呪文だったりの恩恵っていうのもですね、なるべく多くのユニットにこう当てはめづらいんですよね。そうすることによって、衆の力っていうのが失われちゃいますから、ユニットがやっぱりその個々に動いてしまって、かっこ撃破されていくっていうことにね、繋がると。さすがにですね、まあ、イエティの高い、体力を持ってしても、ヒーラーがちゃんとついていったり、レイジの呪文の恩恵っていうのがないと、こんな風にやられていってしまうので、じゃあこれをどうするかっていうのが、まあ、今日のお話になるんですね。で、あともう2本ですね、ちょっと動画見てもらいたいというふうに思っています。まあ、一つの答えを言ってしまうと、やっぱりディガホグがこういう時強いんですね。クイヒディガホグっていうアタックが。で、それがじゃあなんで強いのかっていうところのお話と、あとですね、まあ、これを言ったら本元もこうないって思うかもしれないんですけども、もう一個ですね、そもそも島型も何も関係ないような攻めがあるんですね。まあ、それをちょっとお話ししていきたいというふうに思います。で、まあ、過去にもですね、そういう島型の攻略動画をお話ししてますので、それだけじゃ面白くないかなと思うんで、まあ、私なりのね、その、なんて言うんでしょうかね、その、クラン内でのその戦術、異なる戦術を、使い合ったその連携プレイみたいなところのお話もちょっとしていきたいなというふうに思うんですが、まずは、これですね、四季王さんのアタック見てもらいたいと思います。これがまずですね、さっき言ったクイヒディガホグですね。ちょっとね、この一個前の、なんていうのかな、さっきのちょっと前回取れなかった、配置っていうのも、最終的にはクイヒディガホグで取ってますが、ちょっとこの配置を選んだのは、全くこの同じ配置が2、3個同じ、まあ、配置持った村があって、それをですね、複数の攻めでこの TH コンプリーターさん攻略してたんで、まあ、それをね、ちょっと見てほしくて、前回パターンはこちらの村を選ばせてもらいました。どんなプランかっていうと、ここにクイヒをこう突っ込ましていくんですね。こういう風に。そうすることによって何ができるかというとですね、まずこのロイヤルチャンピオンの処理ができる。で、投石機。
ギガインフェルノ、さらにクロスボウ、クロスボウ、クロスボウ、アーチャークイーンと、まあですね、ものすごい高火力施設を片っ端から軒並みぶしょっていくことができるんですね。なんで、なんとかして、この隙間に、クイーンは歩かせていきたいというふうに考えます。だその時にですね、このインフェルノタワー、ここに今ありましたね、マルチでしたけども、この、影響範囲っていうのが当然ながらこの通路に及んできますので、ヒーラーが焼かれちゃうんですね。そうならないように、序盤にこう突撃艦エティを使ってここを潰しておいたとまあいう話になります。そうすることによって、この通路に入ったクイヒがですね、まあ、この辺の施設からダメージを受けることがなくなりますので、なるべくこう、アーチャークイーンが目の前の防衛とだけこう対峙するような格好で低火力のところを突き進むような絵が描けると、まあ、いうことにもつながりますね。はい、というところでこのままどんどんアーチャークイーンは中央をえぐっていきます。でこれなんですけどね、この島型配置の特徴ってイエティなんかを例えばこう出していっちゃうとですね、こういうところ出していっちゃうとイエティなんかを出していっちゃうとですね、入っていたイエティがみんなこうこの通路でこうバラバラに散っちゃうんですね。で、さっきの、まあ、一本目の動画みたいに、ヒーラーの回復範囲内にユニットが集まんなかったり、呪文の範囲に乗っかんなかったりして、アドバンテージが取れないという結果になってくるんですけども、逆にアーチャークイーン、今これで落っこっちゃいましたけど、この真ん中に今2体並んでますね。まあ、どっちがどっちかわかんなくなっちゃいましたけども、まあ、ここまで進んだと。進んでくると、ですね、ディガホグのルートを作ってくれるんですね。こんな風に。ここがもう壊れちゃってるじゃないですか。で、この辺を全部アーチャークイーンがこう壊していく。と、残った施設って、まあ、こんな風になってきますよね。ほら。L 字って言われるものが、描けるようになってきますね。なんで、ここを、ホグライダーとディガーが、突っ込んでいくことができるという話に、まあ、こうなっていくわけですね。はい。まあ、なので、こういうですね、島型を見たら、まあ、まず考えるのはディガホグっていうのが一番、無難な回。だとは思います。で、さっきも言ったように、まあ、一本目ちょっとね、残念ながら展開いかなかった動画の、リプレイ、まあ、その配置もですね、別の方がディガホグで撮っていたということで、アーチャークイーンはですね、これ残っても残んなくてもいいです。残んなくてもヒーラーがちゃんとこう、ディガーたちにこうスイッチするようなタイミングでちゃんと、ディガホグをスタートしていれば、結構な数がこうユニットが残るんですね。まあ、ディガーもたくさん残ってるし、ヒーラーも2体残ってると、ババキンとグランドオーでも残ってるっていう形で、まあ、綺麗にこう取っていくことができると、まあ、いうわけですね。はい。で、まあ、ディガフィヒディガホグを使うっていう話は、まあまあ、よく見かけると思うんですけども、まあ、もう一個はこれですね。ピピさんが取っていた、やり方。スーサイドラバルなんですね。まあ、これですね、強い、んですよ。強いんです。強いんですけど、正直言って、私は使いこなせないんですね、これ。かなりですね、こればかりは相当な慣れと練習、あとまあセンスがある人はいけるのかもしれないですけど、を要する、攻め方になるのかなと思います。で、なんでこのスーサイドラバルっていうのが、まずそもそも、どんな配置にも刺さるかっていうと、壁関係ないからなんですね。この戦術を使ってしまうと。まあ、関係ないって言ってもちょっと関係するんですよ。序盤今ですね、プランオンっていうのは、ここのところっていうのを、バーバリアンキングとアーチャークイーンでこう処理していってですね、この辺もですね。で、ラバーとバルーンを、ま、こんな風に、集合させて、走らせていくっていうね、いう話なんですけども、まあ、こんな感じですね。になっていくという形なんですけども。このアタック、やっぱりその壁を無視できるラバルを最大限活用する。だから、そのヒーラーなんかもついちゃいないので、まあ、クイヒーの形にもなってないのでね。壁を無視できるっていうことで、まあ、島型も何もないですよね。で、あともう一個、まあ、空攻めが強い理由っていうのは、ある、まあ、その陸系の施設っていうのを無効化できちゃうんですね、ほぼほぼ。例えば、バーバリアンキング。大砲。ボムタワー。あと、クロスボウが対地になってた場合、対地のクロスボウももう無視できますよね。で、あと、ま、シングルインフェルノも結構ですね、この、ラバルにもあんまり効果がないんで、今回マルチですけども、っていうようなことでですね、なかなかそのバルーンたちにダメージを与える施設が少なくなってしまうということもあります。で、今回援軍もですね、見てください、これ。ベビドラ1体しか出てこないんですね。これですけど、もうポイズンでこれ潰してしまえば、まあまあ、そんなに援軍処理っていう処理もする必要がないと。いうことですね。相手の場合、アーチャークイーンはスケルトンの呪文を持っていて、こんな感じでスケルトンを処理するという形ですね。うん。まあ、なので、陸のユニットを使うとですね、エアスイーパーと、
対空砲以外のあらゆる防衛施設からダメージを受けちゃいますんで、当然ホグライダーなんかがまあいい例ですけどね、しっかりとまとめて、その、なんて言うんでしょう、呪文、回復の呪文とかを当てていかないと、どうしても、自利品になって全部やられちゃうんですが、空系戦術の場合っていうのは、相手の村によっては、もう効果を発揮しない防衛施設があったりするんで、基本、その攻め手側が優位な状態を、もう攻める前から作り出すことができちゃうわけですね、村選びのところで。うまく選べば。まあ、っていうことを考えると、やっぱり、その、なんていうんですかね、うん、本当に守っていこうと思うと、まずは陸を潰したがるじゃないですか、みんな。なんで、最終的に上手い人が結構空やってる理由っていうのは、空系を使うと相手の、その、壁の形とかを割と無視できて、どこにどんな施設が配置されてるかっていうところだけを見てこう攻めることができるんで、本当にこのね、ラバル系戦術を使いこなせる人からすると、陸変調の攻めよりも、むしろ、適応範囲が広がるということになるんじゃないかと思います。ちょっともう一回見ながら喋りましょうかね。っていうのがまあ大きな理由ですね。なんでこういうですね、まあ、空系戦術って練習、まあ、して使えるようになると強いんですが、ただですね、結構陸と全く動き方が違うんでセンスがいるんですよね。陸ってそのなんていうんですか、ホグライダーって攻撃速度が速い分、何回も何回も防衛施設殴るから一定のスピードでこう進行するじゃないですか。けどラバルって、相手の防衛施設に到着したらすぐに爆弾落としてドンって。で、それで壊してすぐ次に行くっていう感じなんで、結構ですね、しかも並走の呪文なんか使うともうパッパッパッパと、状況が変わっていて、なかなかそれについていくのが難しいんですよね。なんで、使い手を選ぶ戦術になってしまうというところで多分敬遠される方が多いんじゃないかなと。いうふうに思うんですね。まあ私も実際そうなんですよ。敬遠しちゃってるところあるんですけど。ただですね、ちょっと先に冒頭言った、そのチーム全体の、その、なんて言うんでしょう、連携の話をすると、これ、ね、やっぱ強いチームって、ほぼ必ずと言っていいほど、こういう空系で全開取ってくる人がいるんですね。で、陸攻めをするメンバーが苦戦してしまった場合には、空でそこの回を見出していくっていう、まあそういう連携が取れるわけなんですよ。例えばもう対地クロスボウゴリゴリで、で、もう、防衛軍はアイスゴーレムラバハウンドみたいなね。で、スケルトントラップも全部対地ですみたいな、もうパターンになってきちゃった場合には、まあ、陸でゴリ押すの結構きついじゃないですか。そこで、こういうラバル系戦術が使えたりすると、まあ、スーサイドラバーなんか特にそうですよね。使えると、まあ、その壁の形なんかもあんまり気にしないで済むし、もう回廊だろうが、しかも真四角の配置だろうが、こんな島型だろうが、なんでも関係ないじゃないですか。どこに何が配置されてるかも以上おしまいっていう感じなんですよね。なんで、そういうですね、なんていうのかな、無視できる要素が非常に多い。という意味で適用できる範囲が広いので、最終的にはやっぱりソラーが必要になってくるんじゃないかなと思います。どんな環境においても、やっぱりですね、うん、壁の無視力が、だったり防衛施設の無視力が圧倒的に強いんで。で、ちょっとまあ、ごちゃごちゃ遠回りしたかもしれないですけども、まあ、結論を言うとですね、チームの中で誰も空をやらないような、状況だった場合、クランがですね、ちょっとですね、まあ、この動画見てくださってる方は少し練習してみてもいいんじゃないかなっていう気がします。特にですね、今の環境ってやっぱまだ陸が強いので、スーパーユニットも全部陸じゃないですか。で、まあ、これから多分空が出てくるのかもしれないですけど、出てきたらなおさらですよね。出てきた直後なんていうのは、やっぱりその空攻めが刺さる配置が増えてくると思うので、まあ、ドラゴンっていう手もあるんですけども、ラバルを、ですね、使っていくと。まあ、例えばですけども、自分のクランがみんなそのイエティばっかやってますなんていう場合には、まあ、それでも強いんですよ。結構強いんですけど、そういう、その同じ攻めをね、みんなができるっていうクラマ、それはそれで強いんですけども、思い切ってですね、そこから少し外れて、まあ、自分一人でちょっとね、しばらくの間、戦績が悪くなっちゃうっていう、まあ、苦労はどうしてもあると思うんですが、こういうラバルっていうのをね、ぜひチャレンジしてみても、私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私たちの、まあ、関西クラクラクラブの場合には、空のね、ラバルやれる人がいるので、まあそんなに、自分自身がやろうというふうには思ってもないんですけども、まあそういう方はもう陸にだんだんこう寄ってきちゃったら自分が始めようかなとか思うし、TH コンプリーターさん、今回ですね、チャンピオンリーグ1位にいますんで、JWC の、まあ、J2 っていう、今日本のタウンホール13が集まるトップリーグの、まあ J1、J2 ですよね、うん。上から2番目のリーグいるんですけども、全勝でもうリーグ一番上にこれから登っていこうとする、まあこういう本当に強いクランになってくると、いろんな
な攻めをできる方がたくさんこう いるのでね、あの大体、どんな配置が来ても誰かが対応するみたいなことが出来上がっていきます。まあその強ければいいってもんでもないんですけども、まあ、一つね目標として、強いチームを目指そうとするんであれば今言ったような考え方っていうのも、まあ、参考になるのかなということを思いまして、まあ、今回のね動画の中で少し触れさせていただきました。はい、とは言ってもね、あの非常にまあ難しい長い道のりだと思いますので、まあ、私のこのチャンネルもそうですし、他のね、方の動画、特にそのゆうたさんとか、あと綾瀬さんかな、まあ、空攻めのいろんなリプレイを載せてますので、そういったね、方の動画なんかを見ながら、まずは見てで、自分でも試してみるというね、この試行錯誤の繰り返しが一番やっぱり、なんだかんだ勉強になると思うので、まあ、諦めずにね、楽しみながらやってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というところで本日、ちょっと長くなりました。語りがね、なりましたが、動画を終わりにしたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、TH コンプリータさん、そして、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お待ちしております。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。